はい、皆様こんにちは、かよまりのでございます。今日はですね、司法書士試験 VS 社労士試験ということで、ガルトさんが比較、ということでね、司法書士と社労士どんな試験のですね、違いがあるのかっていうのを載せていたので、これをねちょっと見ていきたいと思うんですけれども、まず司法書士試験と社労士試験の合格率の比較ですね。司法書士の合格率ってのは4-5%であります。で、結構ですね、昔はもうちょっと低かったんですけど、最近はもう上昇傾向にあって、2022年は 5.2% の合格率ってことで、結構ね高くなってきています。で、社会保険労務士に関しては5-6%ってことで、こちらも結構ですね、低いですよね、合格率が。で、結構ばらつきもあって、2021年は 7.9% で、2022年は 5.3% ってことなので、結構年によってね開きもあるのかなというところでございます。で、勉強時間ですね、司法書士は3000時間、社労士は1000時間ということで、ここは3倍ぐらいですね、勉強時間に違いがあるということです。で、形式、試験の形式に関しては、司法書士は択一と記述、それから一次試験終わった後に口述試験というのが、あります。ただ、この口述試験というのは誰でも受かる試験ですので、実際には択一と記述の第一次試験ですね、これが一番ね、合格するために必要な試験ということになります。で、社会保険労務士に関しては、選択式と択一式の、試験、選択というのは、空欄からその言葉を選ぶやつですね、ということであります。記述論文みたいなのは特にないということですかね、はい。で、ということで、こういった比較をしていくと、どうしても難易度だけで比較すると司法書士の方が難しいということになってしまうんですけれども、実世界でね、資料の中で司法書士社労士の序列があるかというと全くありませんし、全然ね、ここねあんまり意外とシナジーないんですよね。社労士は社労士さんでですね、もう本当に企業側、労働者側とかね、障害年金専門でやってるとか、もうたくさんいろんなですねジャンル、皆さん見つけてね開拓してやってらっしゃいますし、司法書士は司法書士で相変わらずね、登記がやっぱりメインにはなりますけれども、信託やってみたり後見やってみたりする司法書士もいるので、このあたりって全く分野の違う世界にやっぱ合格はなってしまうし、稼ぎもそんなに序列がないんですよね。司法書士逆に言うと、社労士さんよりね結構ね、勉強するのに、給料低いとかっていう問題もあるので、コスパってどっちがいいんですかって言われると、ちょっとやっぱ社労士の方がいいのかなと思いますけど、試験の難易度だけで言うと司法書士の方がやっぱ難しい。ただ、司法書士社労士のその試験のなんか違いが、結構大きな違いがあるとすると、受験資格の問題ありますよね。司法書士は受験資格ないので誰でも受験できるので、正直受験者のそのなんていうのかな、募集団の質っていうのはそこまで良くないんですよ。社労士の場合はですね、受験資格がもうあって、その大学の単位とかで決められてしまっているので、結構ね誰でも受けられるわけじゃないんで、私なんか受けられませんしね、私今だったら受けられるのかな、司法書士と行政書士持ってるんで今だったら受けられると思うんですけど、ただ当時はですね、やっぱその資格選ぶときに、まず受験資格がないってことは絶対条件だったんですよ、大学卒業してないんで私、はい。なので、司法書士会計士があたりが候補に残って、でただ計算絶望的に苦手なんで、じゃあ司法書士にしようかなっていう選択、消去法で選んだので、そういう意味では社労士も最初から外れてたんですよね。こういう受験資格のありなしっていうのも含めて、全然違いはありますけれども、難易度だけで言うとやっぱ司法書士の方が難しい。ただ実社会に行って、そこでね稼ぎに序列があるかって全くない、むしろみんなそれぞれやり方次第ってことになるので、この辺りそこまで比較しても仕方ないんですけど、やっぱりなんかトピックとしてですね、資料資格目指す時に社労士と司法書士どっち目指そうって人って割と悩ます方多いんですよね。好きな方を目指したらいいと思います、はい。ということでね、あと独占業務があれば優位性が高くなんですけど、その社労士、私司法書士なので、もう司法書士の独占市場って分かるんですけど、社労士はね持ってないんでその独占市場分かりませんけど、いずれにしてもですね、労働問題っていうのはやっぱ弁護士さんとぶつかることもありますけど、登記って司法書士とぶつかることって、弁護士とぶつかることってないんですよ。弁護士登記やらないんで、本当にもちろん法的には弁護士登記できるんですけど、そんななんていうの、弁護士資格を取って登記に参入するほど登記市場が美味しいかっていうと、弁護士からしたらそうではないってことなんですよね、はい。そういう話です。ただなんか労働問題って結構弁護士さんやるじゃないですか。でそういう意味でバッティングするのかなってところで、優位性という意味でその独占業務の優位性どっちがあるかとか、そういうこともいろいろ考えてで選ぶっていうのもいいのかなと思いますけど、やりたい方をね取るのが一番だと思います、はい。そういうことでございました、はい。今日は司法書士 VS 社労士試験ですね、比較ということでお話しさせていただきました。今日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。